医学部保健学科、血液免疫検査学分野の福島と言います。よろしくお願いします。私は琉球大学大学院医学研究科及び医学科の教員をしております。で、担当の講座は細胞病理学という講座の担当をしております、軽部健之介と申します。よろしくお願いします。私は血液腫瘍学というのを、主分野にしてるんですけども、もともと私、医師の免許を持っておりまして、臨床から入りまして、白血病あるいは悪性リンパ腫といった血液悪性腫瘍の患者さんの治療、そして、その臨床研究などを、主に手がけてまいりました。で、現在私が教育で担当しておりますのは臨床検査技師の養成の担当教員であるんですが、少し臨床から、病院の臨床もやってはいるんですけれども、主にそういう教育面に、が主になっておりまして、そして研究面では血液腫瘍の中でも沖縄県に多い、HTLV-1 というウイルスがありまして、その HTLV-1 のキャリアが沖縄県に多いんですが、その HTLV-1 を原因ウイルスとする悪性腫瘍で、成人 T 細胞白血病リンパ腫 ATL という病気があります。で、その ATL に関する分子生物学的な研究を現在手がけております。私、先ほど自己紹介で申し上げたように、病理学という医学の中の一つの分野を、メインで専攻しているんですが、病理学、病気の断りですね、理屈っていう理、病理学なんですけど、どうやって病気が発生するのかと。で、この病気といえば、つい治療をするどうなってるかとか治るのかっていうのを皆さんちょっと関心がいくところだと思うんですけれども、病理学の主な研究手法というか、それで代表的なのはやっぱり顕微鏡で見るということなんですね。病気がどうやって発生するのかというと、かなりちょっとふわっとしたイメージになると思うんですが、実際この病気はほとんどの場合、例えばなんか皮膚が蚊に刺されて赤くなるとか、あるいは何か腫瘍ができてイボのようなものができるとか、そういうふうに、何かものとして認識できる場合がほとんどですので、そういった病変の部位を患者さんから一部ですね、ちょっと検査で切り取らせていただいて、それを顕微鏡で見て、で、細胞が普通とどういうふうに違うのか、細胞の間に何か普通にはいないものがいるんじゃないか、そういったようなことを見ることによって、その病気のメカニズムの解明にあたるというのが僕たちのこのメインな研究手法になります。なので、一般的なイメージでその病理学者というと顕微鏡をいつも覗いてる人というようなイメージがあるかと思います。それを出発点にして、先ほど福島先生 の, 手法とも少し被ってくると思うんですが、DNA、RNA のを調べたり、そういった分子生物学的な手法も取り入れながらですね、顕微鏡だけだとやっぱどうしても幅は狭まるので、そこから出発していろいろ広げていくというような手法を使っています。で、じゃあ病気は何の病気を研究するかって、何の病気を研究しても、それぞれの病気でとっても特徴があって、これちょっと語弊があるかもしれないですけど、面白いと思えるような病気はたくさんあるんですが、僕のテーマもいろいろ手がけてはいるんですけども、一つの大きな柱は先ほどのこの HTLV-1 ウイルス及びそれによって発生する成人 T 細胞白血病という病気に、フォーカスしたものになっています。HTLV-1 のキャリア感染している方は、世界の中でも九州沖縄に集中しているんです。世界でも最大の分布地域なんですけども、原因はですね、実はよく分かっていないんです、で、おそらく民族の移動とか、メインはおそらくアフリカだろうと思うんですけれども、
世界の中でもそのウイルスを持っている方が分布している地域は中央アフリカ、それから日本、そして、中南米あたり、あとパプアニューギニア、オセアニアですね、あそこもそこら辺しかないですけれども、原因はよく分かっておりません。で、まあ、で先ほど言った ATL という疾患ですね、まあ、これが、まあ、沖縄県には多いんですけれども、長崎、私長崎大学出身なんですけれども、長崎県では1987年から感染経路の一つである母乳感染を遮断するために、まあ、母乳遮断、キャリアのお母さんが子供に、おっぱいをやらないようにするというそういう政策を、まあ、取ってきて、これは義務ではないんですけれども、まあ、その政策がうまくいって、実は長崎県のキャリアの数って非常に減っております。で ただ沖縄県は、まあ、そういった対策が非常に遅れているということがありまして、で、一つは、まあ、ATL の病態の解明、それから新しい治療法、あるいは診断法の開発というのを今やってるんですけど、もう一つは沖縄県の HTV1 の感染の状況を明らかにして、HTV1 の感染自体をなんとか撲滅したいということを、今行っているというところです。実は私、2012年の、4月に、琉球大学に赴任したんですけども、まあ、HTLV1、ATL の研究をしようと、考えまして、で、一番最初に手がけましたのが、沖縄県内の血液内科の先生方にご協力をいただき、それから患者さんに、ご理解をいただいて、で、まあ、貴重な検体、末梢血の検体とか、それからリンパ節の検体、まあ、腫瘍細胞をバンキングする、そういうバイオバンク、 ATL 細胞のバイオバンクというのを作りまして、今まあ、相当の数の、まあ、おかげさまって言ったらもうちょっと言い方が変ですけども、ご協力のもとに多数の検体を集めることができました。で、今その検体を使った研究が進展して、そして成果がどんどん出つつあるところです。で、その中で軽部先生も、まあ、そういう検体を使われて、そして、まあ、お互いに別のアプローチで、成果を今出しているというところです、はい。今の福島先生 のおっしゃられたというか、福島先生が、もう何年なのか、8年にかけて、はい、作られたこの、沖縄のこの ATL のまた HTLV1 感染している方のですね、血液のサンプルを集められる、この琉球大学に集められたというのがものすごく大きな財産で、まあ、ちょっと具体的になりますが、僕が最近発表した研究ではですね、今まで僕は顕微鏡で見るのが病理 の研究手法でって言ってたんですけども、この今までこのウイルスを顕微鏡で見るっていうことはなかなかできなかったんですよ。でそれを、まあ、新しい、実験の、仕方とか方法を工夫して見れるようになったっていうのが、まあ、一つ大きな成果なんですが、顕微鏡でこの見れた時にですね、まあ、いろいろ突っ込みが出るんですよ。やっぱこう新しいことを新しく、まあ、見れるようにウイルスが見れるようになったって言った時に、これは何らかの見間違いじゃないのとか、ウイルスとは違う別のものを見てるんじゃないのとか、やっぱそういうのを全部そうこの打ち返していかないと、その世の中に受け入れられないんですね。でそうなると、まあ、僕たちが日頃見ている ATL の病変、それで見えているものが他の角度から見てもですね、やっぱ同じこの結果が合うかどうかっていうのがものすごく強い説得力を持つんですね。その時に福島先生が、まあ今回の具体的な僕の研究の中でいくと、福島先生のそのバンキング
のサンプルをかなり多く使わせていただきました。でそのバンキングのサンプルと同じ人のその血液のですねバンキングしているサンプルと僕たちが顕微鏡で見ている病変を一つ一つ合わせていったんです。そうするともうほぼ 100% 結果が一致するということが分かったので、ようやく僕たちが見えてるんだと言っていたものが世の中に受け入れられたということに、なりました。まあ、そういう意味では本当にもう奥村先生のバンキングのおかげで研究が世に出たと思っております。あと時々この、逆のパターンでいくと福島先生だと血液で研究されることが多いんですね。でその血液の中の結構また新しい成分を福島先生のグループが見つけられたんですけど、またそれがこの僕たちが見ている病変組織ですね、血液じゃないこの皮膚とかリンパ節とかそういったところで実際どういうふうに見えるのかっていうのを逆に僕たちが確認させていただいたこともあります。まあ一つの、大きなこの ATL の病気の解明とその治療ですね、患者さんの治療としてウイルスの撲滅、そういったものに、大きな目標としてはみんな共有しているんですが、それぞれの持っているその技術を、補完し合いながら、それに少しずつ近づいていってるような、イメージを、僕は持ってますけど、いやでも、その通りで、はい、新しい危険がこう出てきて、で可能性のあるものこれいけるんじゃないかって出た時が一番盛り上がりますよね。盛り上がりますね。ただその中で本当に最後までそういうポジティブな結果が得られるっていうのは、半分もない、ないんですね。でまず一番最初はやっぱりこう非常に期待できる。これいいんじゃないかっていう、こうヒントがこう出てきた時には最初ものすごく盛り上がりますね。でやっていくうちにダメだったっていう時はガクッとくるんですが、それがたどり着いた時はもうやはり最高の、なんていう達成感がありますし、そしてそれが論文になって世に出せたらもうそこでもう充実感というのは最高潮になるというふうに思うんですけど、先生いかがですか？もう本当その通りですね。この醍醐味はおそらく研究者の人のほとんど多く、この医学系に限らず理学農学工学いろんな先生方が持ってあるところかなと思って思うんですけど、医学系の場合はこの、自分が面白いと思って盛り上がることがかなりこう、もちろん工学もあるんですけど、目の前の患者さんにすぐに応用できるかもっていうのは結構やりがいのある一つのポイントかなと思ったりもしますね。もう先生言われていて、直にもう患者さんの治療診断にそれを役立てることができるというのはやりがいがあることだと思っています。沖縄県内に年間、この ATL の患者さんというのは今だいたい我々の試算では60人か70人の方が、治療を受けられているんですけれども、将来的にはそれが限りなくゼロに近くなる、あるいは発症しても怖くない治療治るっていうところまで持っていきたいというのが、究極の目標